静岡県掛川市くず湯。くず湯ってなんだ。くず湯。くず湯って何。これくず湯はくずの粉から作ったとろみのある飲み物。甘いの、しょっぱいの、白湯みたいな感じ。すごいね、このなんか粘稠度がめちゃめちゃ感じるわ。これドローってしてんだ。どんな感じなのこれ。クズってなんだっけ、そもそも。なんかあれ、クズってなんだ。クズ、あのさ、お前さ、あのさ、これライブのような言ったんかやめてくんない。あの今10人ぐらいが一気に同じタイミングしたんだけど、うぜえなこいつら。誰かのコメント見て打ったとかじゃねえぞ今。10人が今一気にバッて。クズってさ、なんだっけ。あれ、なんかさ、お餅とかさ、ん、クズ餅か、クズ餅、クズ餅だ。そうそう、勉強しようぜ。クズって何の植物。クズは豆かクズ属の。これがクズだって。よくさ、こんなさ、なんかグロテスクなものを食べようとしたな、人は。先人たちがいろんなものを多分ね、これは食べれるかなこれは食べれないなってジャッジした挙句、ジャッジした、まあその先に俺たちが今ね、まあこうね、そういうジャッジしなくても食べれる世の中になってことに感謝しましょう。グレーじゃん。花があってなんかニョンってなってんだよこれ。見てみ、これ、これ、これを食べようと思うか、ニョンって。でも多分こういうのも、おおい、この葉っぱ虫が食ってるな、ということは食えるんじゃねえかっつって、多分昔の人が多分食べてくれたんだろうな。ありがたい。くず湯でした。次行きましょう。